ちは。ハリスヨガ出張ヨガ講師の大竹咲と申します。ヨガとは心と体のバランスを整えるものです。心と体のバランスを整えるには呼吸がとっても大切になってきます。今日は一緒に呼吸を整えていきましょう。まずは楽な姿勢で座ります。この時この股関節周りが苦しい方は両足を少し前に出しましょう。手の位置はお膝の上です。表でも裏でもどちらでも今の気分に合わせます。お腹をへこませながらお尻とお尻の間にある仙骨を立てて骨盤を平行にします。背筋を伸ばして頭のてっぺんからお尻まで一直線スーッと背筋を伸ばしていきます。静かに目を閉じてヨガの呼吸は鼻から吸って鼻から吐く呼吸になります。鼻からゆっくりと吸いましょう。鼻からふーっと吐きます。お腹をへこませるように。もう一度鼻からゆっくりと吸って、ご自分の呼吸のペースで深い呼吸を何度か繰り返していきます。